総萌や都市は財閥で国民政府財政部長を務めた高尚期の妻。父は孫文の支援者であった石膏財閥の総吉美。総氏三姉妹の長女で妹に総慶礼、総美礼が、また弟に中華民国の政治家、実業家となった総氏文がいる。1889年に上海県で生まれた。英文名はナンシー。 父のソウヨシミはメソジスト教会の宣教師であり、後に布教活動をやめて、商売の道に進んだ。母は、ゲイカツラチン。1904年5月28日、14歳だった、宗母屋年はアメリカに渡り、ジョージア州、メーコンのウェスレーアン大学に留学した。1905年にはおじに付き添って、ホワイトハウスで行われたセオドアルーズベルトのパーティーに、出席した。 1910年にアメリカから帰国した後、孫文の秘書となった。孫文と共に全国各地を調査し、総延長約10万キロメートルの鉄道建設計画策定に関わった。1913年に孫文の二次革命が失敗すると、父と共に土日子孫文の秘書を続けた。1914年、横浜で交渉期と結婚し、 翌年に帰国すると、山西省で、名見学道の事務を務めた。日中戦争が始まると、妹の総敬礼、総美礼と共に、抗日運動に参加した。中国工業合作協会の指示に加わり、不助指導委員会を組織し、全国児童福利会を創設したほか、香港の負傷兵の共協会の会長に就任した。 戦後は1947年に渡米し1973年10月20日、ニューヨークの病院でがんのため85歳で没死、現地に埋葬された。ありがとうございます。